皆さんこんにちは。今日の試合はヨーロッパリーグ準々決勝です。この試合実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここが準決勝へ進出するための足がかりですね。両チームとも気合が入っている様子です。スタリッチがスルーパスを出しました。これは狙ってきた。うまく狙いましたが惜しくも枠の外。素晴らしいテクニックでしたがもう少しでしたね。とにかく1点リードして楽になりたいところでしたから、これは悔しいでしょうね。ミラン・バデリ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。さあスタジアムのテンションが上がります。チーロ・インモービル、見事なスルーパス。このスルーパスは長すぎたか。シュート。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。落ち着いて決めました。あのコースは止められないですね。この角度からも見ましょう。ラツィオのリードで試合が再開されます。このままラツィオ勝利といきますでしょうか。リボックオリジン、リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。ミラン・バデリ、厳しいプレスでボールを奪う。オリジン、入れば同点ですが、ルーカス・レイバー、ミラン・バデリ、リバプールのボールになりました。ラツィオ予感がする形になってきた。レフリーはどうだ。ペナルティーエリアで選手が倒されましたが、審判の笛は鳴りませんでした。サポート、最高のボールが出た。 PK か、ボールに行ったか、どうだ。このボールは止めただけ。クリアできるか。スローインに変わります。ミスパスがありました。うまく読んだインターセプト。リバプールにファウルがあったようです。警告が出されます。リバプールの選手にイエローカードです。今のはイエローでもしょうがないでしょうね。ミリンコビッチ・サビッチ、ナビ・ケイタ、かまされた。これは対応がよくありませんね。このカットは大きい。ダラーナ、信じられません。止めた。ここはリバプールのコーナーキックです。チャチリのコーナー、このシュートで追いつけるか。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。これはスローインに失敗。ボールが相手に渡りました。これは見事なインターセプト。リュリッチ、ボールを回して味方の上がりを待ちます。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。これはまずいパスでした。相手に渡ります。いいクロスだ。いいクロスでしたが惜しくも合いません。このパスは簡単にカットされました。いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。ミラン・バデリ、ヨハン・ベルク、ウズムンドソン、ペースに見事なスルーパス。ちょっと長すぎたか。ボールが外に出ました。ラツィオのコーナーキックです。
ボールはゴール前、ここはキーパーが抑えました。ピンチを出します。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ミラン・バデリ、よ、素晴らしいスルーパス、思いっきりよく飛び出して見事にセーブ、止めています。タイミングがバッチリでしたね。このロブパスは直接キーパーに渡りました。これはイエローカードでしょうか。2枚目ですので退場になります。これで2枚目、退場です。ベンチがどう動くか注目したいですね。これは見事に奪いました。ディフェンダーが振り切られます。抜いた。エリア内、体を投げ出した。前に押し出します。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ジーロ・インモービル、ジェルダン・シャチ、フランチェスコ・アチェルビ、ミラン・バデリ、スコアは1対1。後半戦が始まりました。ここスタディオオリンピコでは席を立っていた観客が席に戻り始めています。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。イエローです。レッドカードもあるかと思いましたね。助かりましたね。退場者が出ていなかったら今のは出てたかもしれないですよ。アダム・ララーニ、いいカットです。ボールを奪いました。絶妙なパス、スルーパスが味方に通る。キーパーこれをセーブした。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。インモービレ、ゴールです。これで2点リードするゴールが。決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ラツィオが見事なゴールを決めました。見事な得点でした。この左サイドからのボールは武器になりますね。違うアングルから見てみましょう。ロベルト・フィルミーニ、ロベルト、入るか。このシュートはうまくブロックしました。カウンターアタックに入る。前を見たい。これはまずいパスでした。相手に渡ります。ラツィオのスローインです。ミラン・バデリ、EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、今度リバプールが迎え撃つのはチェルシーです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。うまく読んだインターセプト、うまくタックルでボールを奪いましたが相手ボールのスローインです。スペースに見事なスルーパス、ちょっと長すぎたか。また決めたかと思いましたがこれは入りません。そうそう決められませんよ。ボールはゴール前へ。バデリー、アダム・ララーニ、まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。ラツィオにイエローカードが出ます。これはイエローでもしょうがないですね。
リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。ロベルト・フィルミーニョ、カウンターのチャンス、スペースへのボール、ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。パスをサイドに送ります。激しく指示が飛びます。リバプール、ここをきっちりと守り抜きたい。ボールを入れた。フィニッシュが精度を欠きました。いやー、もったいない。セットプレーは生かしていきたいですね。ラツィオ選手交代です。モハメド・サラ、ダドゥ、カットしました。ここはどうするでしょうか。マイナスのクロスボール、イエス、ゴール決まった。退場者を出していましたが逆にゴールを奪いました。うまく攻撃がはまりました。この状況での得点は大きいですね。コレア、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ルーカス・レイバー、ミラン・バデリ、ステファン・ラドゥ、ボールを大きく押し出します。チーロ・インモービ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。モハメド・サラ、いいプレスです。ボールを奪いました。競り合いになりました。スターリッチ、走り込んだ味方にスルーパス、サイドから中央を見る、真ん中にクロスを上げた、前方に運びました。このチャンスにスタジアムは沸いています。うまく生かすことが、抜いた、周りを確認したい。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。イエローです。レッドカードもあるかと思いましたね。このキックはちょっと合いません。狙ったところに蹴れなかったようですね。残念なフリーキックでした。残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の行方は分かりません。見事なスルーパス、これはチャンスだ。追加点もキーパーが阻止しました。見事なセーブです。これ以上の得点は許さないというキーパーの意地が。つインモービレ、追加点はならず。これが決まっていれば大きな1点でしたね。キーパーに救われました。オクスレイド・チェンバレン、ダラン、フィルミーノがいい位置にいる。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げられますよ。モハメド・サラー、ルーカス・レイバー、これはディフェンダーを超えません。これは相手にパスしてしまいました。1のまま試合は終了です。準々決勝ファーストレグは敗戦となりました。追い込まれましたね。これを引きずらずにセカンドレグに挑むしかありません。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な働きでした。
決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。